部活のように BL スタジオで練習させていただいてます、ね、楽しいですか部活、私たちオリジナルを、中心に活動させていただいています。私たち世代にしか歌えない歌を歌っていきたいなと思って、でそれをメンバー全員で歌うっていうことをコンセプトにやってます。最初に歌いましたのがカオス、今から、2曲続けて演奏しますけれども、まずはブルームーンというバラードですね。それからそれからレッドミーゴーという、3曲目にレッドミーゴーという、曲なんですけど、2曲とも熟年の別れをテーマにしています。熟年の別れ、熟年って言っちゃいけないか、別れをテーマにしています。それではお聴きください。お疲れ様です。
い大なんですけど、あの主婦のもう家族を送り出す日常、そういうのを切り取った歌ですね。それからその次5曲目が大好き大好き、これはちょっとあの今までになかったリズムに挑戦します。それではお聴きください。まず見送るようにWe'll be right back.
ところなんで、はい、最後の曲は、介護の歌っていう歌なんですけど、まあ誰もが避けては通れない介護という問題、これをちょっとポップに介護してる人の気持ちを歌った歌です。それでは。